ダンス、ボーカルグループ、三代目 JSOUL BROTHERS の、今市雄二、27、戸坂博文、27、岩田、高則、25、が、27日、サマンサタバサ銀座本店の、グランドオープニング LED 点灯式に、登場した。平日の朝10時からの、イベントにもかかわらず女性ファンが、殺到し、警察も出動する騒ぎに、黄色い声援が飛び交う中、姿を見せた3人は高さ10メートル、幅5メートルの大型 LED ビジョンに、自身たちの CM 画像が、映ると照れ笑い。いまいちは、銀座の名所になればいいですね、と、話し、戸坂は、僕たちのメッセージも、流れれば嬉しいですね、と、希望した。